皆さんこんにちは、太郎です。本日は11月4日月曜日です。はい、ということでですね、やってまいりました。そう、堤防杯などね、ここやってきたんですけれども、まあサムネイルの通り、そう、仮払い機を持ってやってまいりました。はい、でね、まあ、ようやくちょっと涼しくなってきた、まあそんなところで、宮崎最高気温何度でしょうか。私の想像26度ぐらいかな、じゃないかな。まあね、昨晩からね、非常にね、おひんやりしてるなと。お、最高25度だ、 OKOK ということでね、うん、感じてて、まあね、まあやっぱりね、昨日きゅうり収穫動画投稿しましたけれども、やっぱりね、はい、まあこれね、ちょっと投稿者の都合ということでね、はい、そう、視聴回数を稼いでいかないとね、いけないというところで、今きゅうり収穫を終えて、まあお昼前、ちょうどね11時過ぎということで、ちょうどね、こう、ちょうどいいぐらいの時間がありますので、堤防杯などにやってまいりました。でね、これもね、やらなければならないなって思ってたことなんです。そう、倒れてる竹を切る。まあでも蜂がいるからということでね、まあちょっともうちょい寒くなってからかなと思ってましたが、まあ、先日ここをね調査しに来た時も、先日はねイノシシにすごくやられてますよと、このね農道がねやられてますよということで来ましたが、まあ一応車はね、このように、はい、太郎サンバーね、太郎サンバー、はい、ここまで来れましたので、まあ車は一応通れるんですけれども、うん、まあその時に蜂はいないなと、はい、いうのはね、いないかな、まだ暑いからいるかもなぐらいの感じでね、いましたが、まあそんな感じだったので、ちょっと来てみました。なので今日はね、ちょっと倒れてる竹をね、このボロボロチップ層でね、はい、やっつけていきたいなと思っております。よし、やろう、怖いでね。前提条件、蜂がいたらもうやめます、逃げますね。そういえばね、私が今着てる服、去年刺された時の服と一緒なんですよね。あのと、多分この服じゃなかったかな、青いやつ。よし、エンジンかけよう。じゃあエンジンかけます。でね、今日仮払い機でやっていくんですけれども、ちょっとね、首掛けで仮払い機、この組み合わせね、かなりブレるんですよね。で、ブレると、もう、ちょっと、酔われる方もいらっしゃるので、そこはちょっともうご自身で注意していただきたいなと。酔いやすい方はね、ちょっとね、動きが激しいなと思ったらご視聴の方控えてください。よし、でかなり騒音的にもうるさくなると思いますが、まあそこの方もね、注意していただけますと幸いです。はい、幸いでございます。よし、久々来たな。はい、で私の、おっと、電話だ、少々お待ちください。はい、すいません、電話しておりました。よいしょ、ということでやってまいりましょう。蜂いませんように。はい、もうね、いけない、もうこれすら忘れてる、こういうことすらね。よいしょ、よし、あれ、よし、もうオンボロ狩り場なので思いっきり使うんですが、まああの先端がね、やっぱりベアリングがいかれちゃうのは嫌なので、うん、いや、そこはね、優しめに行きたいな。よし、縦切りでしたね。そう、これはいいか。切れない、全然切れない。さすがボロ。全然切れないやん。
ネットでトリガーっていうメーカーのチップスを買ったんですけど、あれめちゃくちゃ優秀でした。今思ってみるとトリガーね、知ってますか皆さん、トリガーっていうチップスメーカー。よいしょ、あんま音立てるとハチが来るんだよね。これがまたハチいない、いない、よし。よし、ちょっと進んだぞ。今ね、3メーターぐらい進みましたよ、前に。まあね、草がボーボーなわけじゃないので、まあそこまでね、難易度的には高くないんですけど、やっぱり一つ一つがね、でかい、このように。で、トラクターさえ通れれば、あとはスライドまでやっつけれますので。あとこのイバラですね、イバラ。いない。オッケーオッケーオッケー、かつての姿をね取り戻すにはもうね、はい、私がやるしかない。で、犬の散歩が誘致できればね、え、もう昔みたいにね、私が子供の頃放し飼いの犬とかねいたんですけどね、首輪があれば OK みたいな風潮みたいがあったんですけど、それでもいないからね。獅子がね、よし、ハチいない、ハチいない。でまたここからがちょっと草が濃いな。あれ、よいしょ、竹狩り場買おうかな。あまり出費はしたくないけど、まあチップ層ぐらいならね。よし、もう少々のものは踏んづけていこう。あ、これだね、これこれだるいね。これ全部茨と竹。で、茨があるとこの茨の丸っぽい実に蜂がね、なんかいるイメージがあるので、ちょっと様子を見ながら。いない。よし。アシナガバチがね。突っ込んできますのでね、フェイスシールド持ってくればよかった。マスクだけ。これはちょっとでかいな。いや、
どうしよう、これは竹がでかい。熱中してた。蜂の確認。蜂はいない。蜂はいない。今10メーターほど進んだかな。まあまあ草はないのでね、本当竹が倒れてるだけなんですよ。よし、行くぞ。行くぞ。あら、回転が上がらない。よし。よし。全然楽ではありますが、うわー、この先はすごいな、ほんとマジでユンボ欲しい。でもこんなことのためにね、ユンボは買えない。
ってる生きてる竹は一番しなってるてっぺんらへんをチョンってするとはじけてくれますね。竹と竹が絡み合ってるもんな、厄介だな。ほら竹と竹が痛い、イバラが足に当たった。あ、くそ、折れてくれよ。折れない。出るからいいや、もう無理に戦わない。草は生えてない、草は生えてないけど、いやこれはだるすぎる。これ、うっそー、元通りじゃん、これで。道はね、あるんだけど。切った杉の木がある。
無理だ、杉だ、杉が倒れてる。これはちょっと仮払い機じゃない。あーでもだいぶ進んだでしょ。はい、ここからね、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、10、10、15、17、18、20、ここで20歩、20メーターぐらい進んだかな。覚えてますか、ここにトラック置いてましたよね。でこの辺りから竹が倒れてるのでスタート。結構こう見ると進みましたね。うん、いやもういいや、ちょっと今日終了、ちょっと杉には勝てない。まあそんな感じでねやってまいりました。ちょっと復習の兼ねてもう一回ちょっと見に行きましょうかね。あー、いやーすごいわ、自然の回復力は。これは人間が絶滅しても大丈夫だ、地球は。よいしょ。地球温暖化とかね、もうねあんなのヘでもないんでしょうね。すぐ緑に覆われますね、これならね。うん、よし。でここからさらに十何メーターか行きました。ただもう杉の木があったので諦めましたが、うふ、いやいいっすね、キュウリ収穫の後の刈払機作業、これもトレーニング。あーしゃーと思って過ごしましょう。まあキュウリ収穫全然本格化してないのでね、まあ正直体は全然まだ楽なんですけれども、そっか。でも奥まで進んで分かりましたが、想像以上に竹は倒れてる。本当に地面の方は全然なかったですね、草が。なのでまあ前回開拓したような、まあ、地面の草プラスあの生えてる竹、そういったものはないんですが、やっぱり台風やら大雨やらなんやらで倒木がひどいな。で本当ね、倒木予備軍いっぱいねここにいますのでね、はあ、まあやってればそのうちまあまあ良くはなるんでしょうけど、ちょっと一時は拉致が開かないな。はあ、まあ、またねちょっとノコギリ持ってきて、ちょっとまた時間があるときにねやろうかな。あでもよかった、ちょっと道がまた見えたのでね、はあ、これは、巧妙かな、よかったです。こんな感じでね、ちょっとこの来シーズンの田んぼまでにはちょっと開通させたいなと、再開通ね、はあ、そういう気持ちではいますので、はい、近所でね犬のお散歩されるよという方は、ここが分かる方で犬のお散歩されるよという方はぜひこのね開通した部分お散歩してください。今ね蜂はいませんでした、今のところ。ただああやって蝶々が飛んでいたりねするので、まだ気候はね全然虫には適した気候なのかな。トンボだったり蝶々だったりいろいろいますが、まあ、蜂はねもっと生命力強いはずなのでいると思います。はい、まあ、今日は見ませんでしたけどね、うん、まあ、そんな感じで、はあ、時間見つけて頑張ってまいります。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うーんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。